皆様ごきげんよう。おうちサロン起業支援トミーです。ハッピーライフナビゲーターあやこです。今日は3月22日、おひつじ座の新月です。今日の香りはローズマリーです。新たなスタートというテーマがあります。ローズマリーはおひつじ座の象徴アロマ。はい、今回の新月ってどういう新月なんですか、綾子さん。おひつじ座は十二星座のトップです。ズバリスタートです。風の時代と言われて数年経ちますが、今までは準備段階だったみたいで、今週末本格的な風の時代を迎えると言われています。今後のビジョンをしっかり定め、新しい一歩を踏み出す時期なんですね。こんな時こそですね、本当にローズマリーなんですけども、過去の出来事とか周囲に惑わせるさせない目を持つっていうことが大事なんですけども、ローズマリーの香りっていろんな意味で集中力を高めてくれるんですね。心も体も香りを嗅ぐだけでクリアにしてくれます。そうですね、自分軸をしっかり持って風の時代を乗りこなしていきましょう。思いっきり人生に新しいビジョンを描いていただいて、自分の目指す方向に行っちゃいましょう。おうちサロン起業支援トミーとハッピーライフナビゲーターあやこがお伝えいたしました。それではまた次回お会いしましょう。またねー。